秋なり交互は、KBS にて2001年5月9日から2002年7月18日まで放送された、韓国のテレビドラマ、歴史劇。全員124話、KBS の水木ドラマ枠で放送された。チョンハヨンが、脚本、ユンチャンボム及びシンチャンソクの2名が演出、そして韓国国内の番組制作会社、サムファネットワークスが番組制作を担当した。 当初、全100話の予定であったが後に24話延長された。李氏朝鮮第26代国王、大韓帝国初代皇帝、皇宗、皇武帝の王孔、皇后であった、秋成皇后及び、岐阜にあたる沖ノリ大院君の人間的側面を、俗主的なエピソードも盛り込みつつ描いている。キャスティングのトラブルに見舞われた作品でもあった。 主人公名聖皇后の青年期以降を演じる女優がなかなか決まらず、オファーを出したンスヨン、イオンエに断られた末にイミヨンに決まった。イミヨンは80話までの出演という契約を結んでいたが契約を延長し81話以降にも出演するのを拒否したため、青年期以降はチェミヨンギルが演じることとなった。 この突然の主人公交代劇が視聴者からの不満の声や視聴率低下を招いたと見るメディアもある。2001年度 KBS 演技大賞では最優秀演技賞、助演賞、今年の PD 賞の3部門で、翌2002年度同賞では、ユドン軍の大賞を、はじめ最優秀演技賞、助演賞の3部門で受賞した。ユドン軍は、 第38回百層芸術大賞テレビ番組部門最優秀演技賞も受賞している。脚本家のチョン・ハヨンがウェブサイトで脚本を公開している。KBS の公式ウェブサイトでも脚本を公開していた。ドラマ前編の動画が KBS の公式ウェブサイトで無料で公開されている。以下の見出しは便宜的なもので作品に記されてはいない。 1> 第1回第108回の場面。第2回から第4回ビミタスロクの娘である、ジャヨンが、朝鮮王朝、第26代国王、高僧の非候補の一人になる。第5回から第7回1866年。ジャヨンが、高僧の日になる。高僧に敬遠されるビンヒは、孤独を読書で紛らわせる。第8回、高僧の父である摂政の大院君の主導による。 慶福宮の再建工事によって民心が離反する。第9回、高層の長愛を受けるリナオグが解任する。第10回リナオグが、関和君を出産する。第11回慶福宮の再建工事が完成する。第12回国王の一族にもかかわらず、冷落していた沖ノリ君が息子を大いにつけるまでの、回想第13回、第15回1868年。 大院くんが、関和くんを、構想の着手にしようとする。第十四回1868年、便秘が構想と、初めて同金する。第十六回、第十七回1871年、便秘が解任する。第十八回1871年、朝鮮が、対米軍事衝突に勝利する。第十八回から第二十一回便秘が男児を、出産するが、 その子は、肛門が塞がっていて、手術をせずに死ぬ。第22回、第23回、第24回、第25回、第26回から第32回1873年、樹舎、蔡英紀元が上訴によって、大院くを非難する。この上訴が短所となって、国王の父として、県政を振るった、上位政策の主導者である大院くが失脚、引退する。 第33回、第34回、第35回、第36回、ビンヒが順州を出産する。第37回、第38回、第39回、ビンマスシノギが暗殺によって爆死する。第40回、第41回、第42回、第43回、第44回から第50回1875年に、日本の軍艦が朝鮮を挑発し、いわゆる高加島事件になり、 1876年に、高架島で日朝が会談し、朝鮮は開国することになる。日朝就好条件を調印する。朝鮮に不利な不平等条約だが、大院君以外は問題に気づかない。第51回第52回第53回バリサン軍が、疑惑君を出産する。第54回1880年、リナオグの子である、カンワ君が死去する。 第55回1880年、孔子、花房義室が構想に越見する。第56回1881年、暗記、A の無本計画が発覚する。第57回1881年、国王、構想のイボアニである、リはじめ先が、無本計画を実施する。第58回第59回聖師である、順州の日として、 便大しのぎの娘が選ばれ、式が取り行われる。第60回から第73回1882年、放宮前の不正な支給に軍人が怒りを爆発させ、軍乱になり、軍人らのボートが、日本公使館に火をつける。混乱の中便費が失踪し、死を確認せずに、葬儀の準備が、進むが、生きているとわかる。 日本に避難した孔子の花房義室が朝鮮に戻る。第74回第75回第76回第77回大院君が新軍によって拉致され、深国で軟禁状態にされる。第78回1882年貧妃が王宮に戻る。第79回旧新開下派が政変を格作する。第80回第81回。 ビンヒクガイミオンから、ジェミオンギルに代わり、冒頭のタイトルバック映像が新しくなる。メーレンドルフが登場する。第82回から第85回1884年に起きた、旧進開化派による政変が描かれる。旧進開化派の政権は3日天下に終わり、金玉金ら政変の首謀者は朝鮮を脱出する。 第86回1885年に朝鮮は日本とハイスン条約を締結し日本に謝罪することや保証金を支払うことに合意する。一方、新国によって拉致され難禁されていた大陰君が朝鮮に帰国する。第87回遠征外が構想の範囲を大陰君に持ちかける。便秘は長老秘密協定を画策する。吉村書記官と 夫人、ミチコ、ロシア講師の隕石忖度、ロシア講師ウェーバーと、夫人、リーカリが登場する。第88回済み衆院のための西洋風、事前会が、大臣夫人たちなどを招いて、便秘主催で開かれる。アレンの夫人が挨拶する。第89回1887年、理科学堂が設立される。第90回宮中で、 初めて伝統が使用される。日本人商店街で打ち壊しが起きる。米の協作のため輸出を禁止する亡国令を1889年に出す。1890年、大王大飛鳥氏が死去する。第91回大員君が地方各地を巡行する。全羅道で全法順が登場する。 第92回1894年、金玉金が暗殺される。東学党の乱が起きる。第93回全州で、全法順と後継が話し合い、和訳が成立する。第94回大院君が、貧妃の説得でいる宮する。第95回国王が大院君に国政を任せる。貧氏一族の多くが、流罪や悲鳴になる。 第96回便死一族が一掃される。日本側は、海来政権を作るべく拡作する。第97回日清戦争開始の方が、日本講師に伝わる。第98回第99回第100回日本軍が、平壌で新聞を破った知らせとともに、大院軍直筆の密書を見せ、岡本が大院軍を脅す。第101回新の北洋艦隊が敗走する。 第102回東学党が、甲州攻防戦で敗れる。第103回第104回第105回日清が、講和交渉をする。第106回下関条約締結の知らせが伝わる。第107回新任の講師である、三浦五郎が朝鮮に来る。第108回新任講師の三浦五郎が岡本と、共に王と貧妃に挨拶に来る。 第109回、第110回、第111回、第112回、便秘殺害に反対する総理大臣、伊藤博文を、三浦五郎が説得する。第113回、第114回、第115回、第116回構想が、訓練隊を解体させる。第117回、便秘殺害結構の番。第118回、第119回,回大院君が無理やり要求に、連れて行かれる。 第120回、ビンヒが殺される。第121回、三浦五郎がビンヒを廃位させる。第122回、三浦五郎が講子を解任され、小村寿太郎が講子として来庁する。断髪令で、高層が、単髪にする。1896年、高層は密かに王宮を出てロシア講師館に向かう。第123回、1896年。 総理大臣金公衆が逆賊として殺される。1897年、公想がロシア公使館から出る。国名を大韓帝国とし、公想は皇帝と称する。便秘を秋なり皇后とし葬儀の準備を進める。第124回、便秘の葬儀。ありがとうございます。